レーザー照射には連続的にレーザーを照射するコンティニアスウェーブ、略して CW と短いパルスを照射するパルスレーザーがあります。従来の網膜光凝固は CW でレーザーを照射します。タンパク質が熱変性を起こす温度に達すると網膜に白いフレックが目で確認できます。この CW と同じ出力でパルスレーザーを連続的に当てても網膜に大きな変化はありませんが、出力を上げてトータルのエネルギーを同じにすると同様に斑痕が残ります。レーザーの侵襲レベルはエネルギー、ジュールの大きさによって変わります。従来の網膜光凝固は網膜の細胞が熱凝固されて白いフレックができ、眼底写真で確認できる凝固斑が形成されます。この白いフレックができる最低のエネルギーが域値です。域値よりも低いエネルギーで照射すれば斑痕はできません。これが域地下凝固です。域地下凝固には OCT や FA で確認できるレベル、 FAF で確認できるレベルがあり、さらにエネルギーを小さくすると治療効果のないレベルとなります。域地下凝固は治療効果が期待できるこの範囲のエネルギーで照射することで治療の安全性を確保します。レーザー照射におけるヒートショックプロテイン HSP70 の発現を確認する実験です。緑色の部分は HSP が発現している部位です。人の網膜色素上皮細胞に細胞時のないレベルでの熱刺激を加えると、その後 HSP70 が発現することが実験結果から分かりました。CW と連続パルスを比べるとパルスレーザーの方が熱拡散のエリアが若干抑えられます。そのため域地下凝固を行う際により低侵襲な照射が行えると考えられています。ライトメッドのライトラストゥルースキャンではマイクロ秒オーダーの連続パルスを発信する SP モードという機能を搭載しています。それを域地下凝固として用いることにより低侵襲な網膜光凝固が可能となります。 SP モードでは 500Hz 毎秒500回の割合でレーザーを照射します。これにより温度の急激な上昇と冷却を繰り返します。この1サイクル中の照射時間の割合をデューティーサイクルと呼びます。1サイクルは500分の1秒ですから2ミリ秒イコール2000マイクロ秒。デューティーサイクルを 10% に設定した場合、2000マイクロセカンドのうち200マイクロセカンドがオン、1800マイクロセカンドがオフとなり、これを繰り返し照射することになります。ライトラストゥルースキャンはデューティーサイクルを 5% から 40% まで設定できます。このデューティーサイクルとパワーを調整して必要十分なエネルギーをターゲットとなる細胞に与えます。従来の光凝固では照射部位の中央の網膜色素上皮細胞層を中心に細胞死が起きて、凝固された部分の周囲にヒートショックプロテインが発現したエリアが広がります。域地下凝固では細胞死したエリアがなく、照射範囲すべてにヒートショックプロテインが発現します。眼底上部から見るとこのようなイメージです。ヒートショックプロテインは細胞が熱などのストレスにさらされた時に発現するタンパクです。 HSP は細胞の修復を行ったり抗炎症作用をもたらすことが知られています。この HSP の作用は浮腫の減少につながっている可能性が推定されています。そのため
網膜の細胞死をもたらすことなしに低侵襲の治療をすることが可能となると考えられています。